ここは山口県周南市、瀬戸内海と中国山地に囲まれた自然豊かな町だ。海沿いに広がる全国有数の周南コンビナートは、夜になると何とも幻想的で美しい工場夜景が現れる。この周南市に移り住んだ芸人がいた。その芸人とは山口福太郎福子だ。東京を拠点に活動していた2人だが、福子の地元である周南市へ家族と一緒に移住を決意した。2016年12月19日、山口県庁を訪れ、村岡知事へ着任の挨拶とともに、正式に住みます芸人として活動を始めることを公表したのだった。2人はどんな人生を歩み、山口県周南市で芸人として活動していくことになったのだろうか。私はまさにここで、山口県周南市、ここがまさに私の地元で、高校卒業だったんで18までいました。で、東京に出て22年間いて、また戻りました。僕は埼玉県の北本ってところを出身でして、まあもうちっちゃい頃から人を笑わせるのが大好きで、人前に出るのも大好きで。例えば出会いはどこだったんですか？あのタレント養成所のね、テアトルアカデミーってところなんですよ。もう何百人何千人ですよね、学校全体でいうとね。その中で一クラス20ぐらいの男子女子いる中で、もう飛び抜けて可愛かったんですよ。で、僕がモンアプローチして付き合うようになったよね。正しいです、正しい。なんで苦い顔してんの？そこでコンビを組んだわけではなかった。その時はまだ僕が別の男性とは2年半ぐらいやって解散して、その後半年間ぐらい、そのネットで相方募集サイトみたいなので出会った男性とも半年間ぐらいで、結局その男性とも解散して、うん、で、そこでよね、うん、福子さんが、え、舞台立ってみたい私もみたいな、彼女と。あ、そうね、そうよね。1回だけね、1回もう引退したんですよね。あなたもうやめたんですよね。やめた、やめた。足洗ったんですよね。やめた。芸事っていうか、そのタレントとか女優さんになりたかった思いを一回切り捨てたんですよね。切り捨てた。だけど僕がこのお笑いやってて、舞台出て、私も一回だけ出てみたいなみたいなことになって、一回舞台出たんですよ。一回。そしたらもう僕の2年半3年約3年の芸人人生ではない、ありえない爆発的に受けたんですよね。いけるぞと、テレビ狙えるんじゃねえみたいな。あんたは一回限りっつってたけど、あれも帰りの電車で、そうよ、正式にコンビ組んでくださいっつって。そうね、あったね。そっから今だよな、今に至ってるよな、って感じです。僕らもずっと11年半付き合ってたカップル芸人ってことで、ちょこちょこテレビもね出させてもらったり、漫才とかね、コントとかやらせてもらったりしてたんですけど、芸人報道っていうね、番組がありまして、カップルさんいらっしゃいっていうコーナーがあって、そこで第1回のゲストじゃないですけど、我々出させていただいて、でプロポーズをしたんだよね。あ、そう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 、11年半にピリオドを打ったわけですよ。で、それがきっかけで結婚して、で、子供もすぐにもう妊娠が分かって、そうで、ずっとしばらくできないで、さあいよいよその2016年のまあ約10月とか1年後ぐらいには復活しようねって言ってたら、この人がもう芸人辞めたいなと。いや、待ってくれよっつって、じゃあ最悪、山口県で芸人するんなら続けてもいいよ、ね、山口県で子育てを手伝ってくれるじいちゃんばあちゃんがいて、そこで暮らしたい、まあでも僕は芸人を続けたい、山口だろうが埼玉だろうが東京だろうがどこでもいいやと、いう気持ちに切り替えて、まあ、我々あの宮川大輔花子師匠のファミリーでも、DHF という通称ね、いうファミリーでやらせてもらってるんですけど、花子師匠がその前までは僕ら一生懸命何度もこう吉本の社員さんにお願いします、
住みます芸人山口でやらせてくださいって何回も言ったよね。うんうん、何回もね言った。でもやっぱりもう吉本の社員さんもお忙しい方ばっかりなんで、うんうん、僕らみたいなこのペーペーの芸人の言葉なんか、うん、まあ、ちょっとまあこう後回し後回しにされてたんですよね、うん、多分ね、うん、そこをまあ大助あの子師匠にこう実はこういうこうでねもう山口行きたいんですけどねみたいに言ったらほな行ったらええやんみたいな。花子氏がおもむろに携帯持ってあのうちのとこで可愛がってる当時三洋ピッツァって三洋ピッツァってのがおんねん、うん、この嫁の方が山口出身やねん、うん、山口の住みます芸人って今誰がおるんって言ってあ土佐犬っていうのがいますあ土佐犬あおるな土佐犬な可愛いのおるなって山口って二組無理なんかいやちょっと山口ってやっぱその規模的にも、まあ、広島福岡だったら可能性はあるんですけど、うん、山口というところでやっぱ一組がやっぱちょっといっぱいかもしれませんねってこう電話越しに聞こえるんです。ほな二組目決定や二組目決定や、うん、三洋ピッツァよろしくなポチッって決まりました本当、はい、ありがたい。ありがたい。あの鶴の一声じゃあもう花子の一声ありがとうございます。であれがだから2016年の11月ですよね。こっちに就任が決まって周南市へ移住してからほどなくして地元テレビ局から平日毎日中継リポーターとして出演のオファーをいただいた2人イベント出演で土日は埋まり周南市内で PR 大使をいくつか担ったりと山口県民に急速に認知されていった。これからも山口県で頑張ろうと意気込んでいた2人の順風満帆な住みます芸人としての活動にある時陰りがもたらされた。その原因とは新型コロナウイルスの感染拡大だ。でまあコロナでね、うん、だいぶ仕事は減りましたよね。ほんと厳しいですね。週5のレギュラーが今週1ぐらいになっちゃった。なんとかしてくださいよ本当に。本当厳しいんですよ。土日ももうイベント全然でしょ、うん、そう思いはあるけど何をすればいいのかさ全く分からなかったよね。そうなのよ。始めたところでお笑い以外のを始めたところでまたコロナが落ち着いたらなんやからでお笑いを始められますよみたいな。イベントバンバン週末入ります、うん、でも始めちゃった事業が、うん、いや今更こっちも戻れませんってなってじゃあどうする、何も始めないで待っとくみたいな、うん、でもこれいつになったら終わるの、うんうん、本当そんな感じだったよな、うん、不安の中で新しいことをちょっと見つけていかないとなという思いになったと、うん、はい、うん、それがでもなんだかわからなかったね、わ、うん、からない、うん、危機感を持った2人が新しく始めたこととは何だったのか。これお肉屋さんの岩国市にあるミコミートギャラリーさんっていうところから山口和牛きらめきっていう、まあ、ブランド化したんですけども、その山口県の和牛は美味しいですよっていうのを、県民の方にまず知っていただきたいなということで我々が今キッチンカーを利用して、ハンバーガーを売っています。2020年8月から株式会社ミコ食品の沼本社長から山口県和牛ブランドきらめきを PR してほしいと声をかけてもらいキッチンカー運営を始めることになった。きらめきとは厳しい条件をクリアした山口県和牛を表すブランドだ。山口県内の食用牛の生産農家は高齢化や後継者不足により減少を続け、ここ10年間で300戸近くが廃業となった。そこで山口県産の良質な牛肉の認知を上げ、価値を高め、次世代の担い手に魅力を知ってもらうためにブランド化を進めているのだ。福太郎福子はこの思いに共感し、きらめきブランドであるタコ盛り和牛を使用したハンバーガー、福福バーガーを県内各地で販売し、PR を行っている。まあ、いろいろ全国にはなんとか和牛ってあると思うんですけど、その流し入れたところと同じぐらい美味しいのに、その出荷する時のお値段っていうのは全然差が開いてしまう。山口県の和牛は美味しいのに価値としては そこまで高くないよっていうお話とかいろいろ受けて、いやそれやったらまず山口県民の皆様が
美味しいなって言ってくれたら価値が上がる、ちょっとでも価値が上がるっていうんで、我々がキッチンカーでみんながちょっとでも知ってもらえたらなと、美味しいときらめきという言葉を知ってもらえたらなと思ってます。はい、今売られてるメニュー教えてます。はい、こちらになります。ふくふくバーガーバーベキューソース、こちらのねバーベキューソースが、本当に一番最初に出たソースで、多分お肉に一番合うソースなんですよ。いらっしゃいませ。照り焼きをお待たせしました。スペシャルですね、お待たせしました。ごめんなさい、代表お待たせしました。すみません、ありがとうございます。ふくふく一丁入ります。はい、490円になります。ありがとうございます。ネギ塩も美味しいです。ネギ塩にしますか。両方ありがとうございます。980円になります。ありがとうございます。1000円お預かりいたします。ありがとうございます。メニューによってその道筋にさ友達がおるわけじゃないけ、時間かかるスペシャルっていうお肉2枚タイプなんですけど、それが立て続けに今日今これ6個入ったんですけど、このパターンがあると全然あの提供時間が遅くなっちゃう。すごい。本当は1個につき1分とか30秒とかで出したいんですけど、作業工程がこれに関しては結構多いな。すごい。やっぱりお待たせしました。バーベキュー一丁入ります。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。490円になります。いかがですか。美味しいです。うまい。ハンバーあのフタロークのハンバーガー初めて食べられたんですか。いや3回目ぐらいです。あ、3回目ということだったんで。いかがですか。毎回おいしいですか。はい、おいしいです。うまい。ありがとう。沼本社長へ2人への思いを聞いてみた。そうですね、やっぱり元気ですからね、フタロークさん見てて、なんて言うんですかね、その元気だし、なんかこうキャラクターが結構僕もイメージしてるコンセプトと合ってるかなと思いましてお願いしました。やっぱ福太郎福子さんのファンももちろん、まあ、直接会うこともできるし、やっぱ楽しみにしてくださってるお客様もたくさんいらっしゃって、なんか一石二鳥のところもあるし、山口県としての盛り上がりに結構貢献してるような気はしますけどね。夫婦でやっていって楽しいなっていう思いもありますね。僕は本当そうです。あなたもそういう気持ち持ってた。ないんですよ。なんで嘘つくんだよって。僕はあるんですよ。そうよ。この人はすごいキッチンカーの前の日がすごい楽しそうで、そうそう、いやそうよねって、この人は好きな人と楽しいキッチンカーでそれは楽しい時間よねと思いながら羨ましいんですよ。いやいやいや、なんでしょう、滑らないじゃないですか。芸人やめれないじゃん。違う、芸人はやめられないじゃん。受けた時の快感を忘れられないから、受けた時のあの気持ちはずっと受けたいからやるじゃん。でもキッチンカーで僕ら行くと、あ、福太郎さん福子さんになっても、うん、滑る日はゼロじゃないですか。でも絶対に滑らない。でもこの人は間違いなくキッチンカーの日はすごく輝いてます。楽しみ。うん、本当あのやっぱり和牛ってすごく値段が高いくなってしまうんですけれども、でもそのきらめきを皆さんにこう食べていただきたいっていうのが本当に私たちの狙いで、だからちょっと一人でも多くの人の口の中に入れるような、なんかちょっと身近な商品ができたらいいかなっていうのは思います。なんか突拍子もないもんとか出すか、それ出すみたいな。じゃあ今後お二人がプロデュースするきらめきのお肉を使った新商品がまた、はい、見れるというか。そうですね、きらめきたいですね。やっぱりきらめきたいよね。はい、これからもキッチンカーで県内を回りきらめきを PR していく予定だ。逆境も楽しいことに変えていく二人の頑張っている姿を今後も追いかけていきたい。